社会人の俺、田中優斗は独身だった。学生時代から彼女はおらず、今後もできそうな気配はない。昔よりはマシになったとはいえ、お一人様に対する世間の目は厳しい。特に上の世代の人にそれは顕著だった。田中はいつになったら結婚するんだ？いつまでも独身だと人間として半人前のままだぞ。断るごとに言われるのでかなりしんどかった。なので転職した次の会社では対策を講じた。薬指に指輪をはめて既婚者を装うというものだ。これが功を奏した。以前までのような干渉はされなくなった。田中君、お疲れ様。この後部署全体の飲み会があるんだけど、あなたはどうする？レイナさん、すみません、今日はちょっと帰らないといけなくて。奥さんが待ってるかな？ええ、まあそんなところです。はあ、結婚生活羨ましいわ。家に帰ったら奥さんが出迎えてくれるんでしょ？同じ食卓を囲みながら今日一日にあったことを話したりするのよね。そうですね。私みたいに独身だと家に帰っても誰もいない。冷たく暗い部屋の中でスーパーで買った値引き品の惣菜を一人もそもそと食べるだけ。休みの日ともなると一日誰とも会話しないこともあるわ。はあ、実際は俺もそうだからすごく共感できる話だ。彼女、高岡玲奈さんは俺の先輩だった。社内一有能と評判で、上司からも部下からも慕われている。仕事に邁進するあまり私生活がおろそかになりがち。結婚したいというが相手に恵まれていないようだ。結婚に興味がないと言っていた友達たちは今やみんな人妻。昔から結婚したいと言っていた私だけが独身のまま。こんなのっておかしいと思わない？引き寄せの法則は私には働かないの？すごい熱量だ。レイナさんは素敵な人だからきっといい相手が見つかりますよ。田中くん、ありがとう。そう言ってくれて嬉しいわ。あなたが既婚者なのが惜しまれる。なぜだろう、俺を見る目が獲物を狙う獣の目だ。でも羨ましいわ。既婚者であれば面倒な社内の飲み会もパスできるもの。え？ああ、田中くんが口実に使っていると言いたいわけではないのよ。私が田中くんの立場ならそうするというだけで。なるほど、そうでしたか。びっくりした。てっきりレイナさんに俺の魂胆が全部見透かされたかと思った。嘘の既婚者という立場を利用して社内の飲み会をパスしているとバレようものなら、考えるだけで恐ろしい。絶対にバレないようにしないとな。翌日の仕事中。先輩、助けてください。どうしたんだよ、またトラブルか？実はクライアントとの連絡がこじれちゃって、フォローお願いします。仕方ないな、間に入ってやるよ。やった、ありがとうございます。さすが田中先輩、頼りになる。まったく、ミカちゃんは調子がいいな。彼女、佐々木ミカちゃんは俺の後輩だ。明るくて愛嬌があり、社内のみんなから好かれている。しかしおっちょこちょいでたびたびミスをしては、先輩の俺がフォローに奔走する羽目になっていた。よかった、無事に収めることができて。これも田中先輩のおかげですよ。フォローの鬼。フォローの鬼ってなんか素直に喜びづらいな。というか、俺をフォローの鬼に育て上げたのは佐々木さんだからな。すみません。あの、よかったらこの後ご飯でも行きません？え、私のミスをフォローしてくれたお礼ってことでおごりますよ。いや、気持ちはありがたいけど遠慮しておくよ。どうしてですか？後輩におごってもらうのは気が引けるし、それに今日は寄り道せずに家に帰りたいんだ。あ、わかりました。奥さんに気を使ってるんでしょう。私みたいな可愛いこと言ったら奥さん嫉妬しますもんね。田中先輩も本気になって私に乗り換えようとするかも。佐々木さんは毎日楽しそうで羨ましいな。軽く流されてしまった。はあ、田中先輩の奥さんに嫉妬しちゃうな。もし田中先輩が独身だったらアプローチしてたのにな。はいはい、バカなこと言ってないで早く帰れ。チェー、お疲れ様でした。さっきの佐々木さんの言葉、まさか本気じゃないよな。俺に気があるっていうの。まあ今更実は独身だったとは明かせないけど。あれは田中じゃないか。今から家に帰るところっぽいな。そういえばあいつの奥さんを一度も見たことないけど、美人なんだろうか。一度後をつけてみるか。事件が起こったのは翌日の昼休みだった。なあ田中、お前本当は奥さんいないんだってな。はい？いきなり何を言い出すんだよ。松川が昨日お前を見かけて後を追ったらしいんだけど、お前の家、お前以外に誰も住んでなかったって言ってたぜ。いやそれは昨日たまたま不在だっただけで。おかしいと思ったんだよな。夫婦で写ってる写真を見せてって言っても一枚もないとか言うし。うすうす社内のみんなも疑ってたよな。既婚者を装ってるんじゃないかって。もう完全に俺が独身だってことになってる。これはもう何を言っても挽回することは難しそうだ。
終わった。え、田中くんは既婚者じゃなくてそのふりをしていただけだった？ふーん、そうだったの。これはチャンスじゃなかった。詳しい話を聞く必要があるわね。え、田中先輩実は独身だったんですか？やった、あ、じゃなかった。先輩を問い詰めないと。その日の帰り、俺はレイナさんとミカさんに捕まった。ちょっと待って、田中くんに話があるの。もちろん付き合ってくれるわよね。家で待っている奥さんはいないんだもの。さあ行きましょう、田中先輩。あ、はい。俺に断る権利なんてなかった。飲み屋に連れて行かれた俺は洗いざらい白状することに。驚いたわ、田中くんが実は独身だったなんて。本当ですよ。どうしてそんな嘘ついてたんですか？前の会社で独身だってことでいろいろと言われていたので、既婚者のふりをしたら快適に過ごせると思ったんです。面倒な飲み会も奥さんがいるって言えばパスできますし。なるほど。私も独身者だから気持ちはわかるわ。でもこれからどうするつもりなの？社内のみんなにバレた以上、今の会社にはいられません。俺は転職するつもりです。そう、あなたの選択だもの。名残惜しくはあるけれど止めはしないわ。ただ転職先でもまた同じことになるかもしれない。そうですよ、その度に転職してたらいくらなんでもキリがないですよ。それは確かに。そこで一つ提案があるのだけど、私と結婚するというのはどうかしら？え、本当の結婚じゃなくて偽装結婚という形よ。私も独身だと色々と面倒だし、既婚者の肩書きが欲しいと思っていたの。お互いにメリットがあるでしょ。ちょっと待ってください。それなら私でもよくないですか？私も田中先輩と結婚したいです。え、佐々木さん、何を言い出してるの？あなたはまだ若いのだし、そんなことをする必要ないでしょ。まさかあなたも田中くんに気が？別にそんなことは。私は先輩のために提案しているだけです。まあ好きか嫌いかで言うとそりゃ好きな方ですけど、日頃からお世話になってますし。そういうレイナさんこそ田中先輩に気があるんでしょ？それはまあ可愛い後輩だし、本当に結婚してもいいと思っていたりいなかったりするけれど。とにかく田中くんは私と結婚したふりをすべきよ。共に手を取り合ってこの独身に厳しい世の中を生き抜きましょう。いいえ、私とお願いします。いきなりそう言われても。その後俺は別の会社へと転職を果たした。そこでも俺は既婚者を装っていた。田中さん、飲み会あるんですけどどうします？いや、ごめん、今日は早く帰らないと。あー、奥さんすか？そんなところだ。田中さんの奥さんどんな人なんすか？写真見せてくださいよ。人の嫁にそこまで興味持つか？まあ別にいいけど。この人だよ。あー、めっちゃ美人じゃないすか。ん？奥さんとの写真の下にあるこの別の綺麗な人との写真は？あー、それか。なんというか説明しづらいんだけど。あー、なるほど、そういうことですか。田中さんも隅に置けないですね。大丈夫です、俺黙っておきますから。何か勘違いされている気がするが、以前とは違い、俺は家に帰ると俺のことを出迎えてくれる人がいる。田中くん、お疲れ様。ご飯できているわ。俺とレイナさんは契約を結び、リアリティを出すために同棲することになった。ミカちゃんとの関係も続いていて、3人でよく遊びに行く。最終的に俺と2人のうちの1人が結婚することになるのだが、それはもう少し先の話だ。